よーい、スタート、はい、あ、自己紹介渋沢リエルです。20歳です。自分の性格を一言で、落ち着きがないでも、結構いろいろ考える性格です。座右の銘、努力は天才に勝つ。尊敬している人、尊敬している人はタイガーウッズです、はい、今まで一番美味しかったものは、こう切って割ったらトロってなるオムライスです趣味はミッシーです。ミッシーの音楽を聴くことです。特技は、特技、走ることですか、はい、子どもの頃の夢は、陸上選手か、なんかスポーツ選手でした、はい、今までもらったプレゼントで一番嬉しかったものは、なんだ一番、全部嬉しいです。全部嬉しかったです。はいストレス解消法を教えてください。ストレス解消法は寝る。自分の癖はいつからですか。自分の癖は、すぐ笑うところです私一番聴いた曲、ミッシーです。曲は曲名ですか曲名は、あ、トリプル A のストーリーっていう曲ですね、はい、あと1分聞きました、はい、最近泣いた理由は映画ですね、はい、感動する映画を見たんですね。何映画でしょうか。あ、買います買います。 YouTube でなんか YouTuber 推しの YouTuber さんが何万人100万人達成した動画を見た時です。それぐらいかね。クリスマスを一緒に過ごすなら誰とってことですか。誰と、同級生ですかね。仲間、大人数でクリスマスパーティーをしたいです。正月過ごすなら、正月を過ごすならプロゴルファーの中でなんか男子プロの方とかと一緒にこうラウンドして勉強させてもらいたいです。男子プロ選手選手、誰だろうな。まず誰でもいいです。最後じゃこれだけ1個だけ魔法が使えるとしたらどんな魔法を使う。もう一回やり直せる魔法どこからの人生を1から